AD 藤本の自転車乗りまへんか。やってまいりました、サイクルモードライド大阪。もう楽しみにしてましたよこの日を。はい、ということで、ね、本日万博記念公園で開催されているサイクルモードライド大阪に来ているんですけども、今日の動画はね、試乗をメインにやっていこうと思っております。はい、もうとにかくいろんな自転車あるんでね、もう時間がもったいない、いろんな自転車乗りに行きたいと思います。最後までご覧ください。自転車乗りまへんか。はい、ということで、ドローザブルスにやってきました。で、こちらもちろんデローザの試乗行ってるんですけども、それプラスね、面白い気候の変則があるということで、こちらに来させていただいてます。こんにちは、藤本と申します。営業の新名と申します。よろしくお願いします。今日まず試乗できるのはどの自転車になりますか。この自転車、もう早速これですよね。はい、メガの838、はい、週末スポーツライドからちょっとしたイベントライドまでこなせるっていう、オールマイティ。これ見てもらうと、まあちょっと特別仕様ですけど、足回りを変えるとこうアップダウンが激しいヒルクライムコースから、ヒルクライムの次はダウンヒルがありますよね。はいはいはい、そういう激しいコースからオールフラットコースまで幅広い用途があります。足回りというところで、このホイール、クラシファイドのホイールなんですよね。これが特徴的で、すごい特殊な変速方法を行っているという話なんですけど、これどういうことですか。最近あのアウターロー皆さん多用されると思うんですけど、アウターロー、前が重たくて後ろが一番軽いってことですよね。はい、でもそれだとインナーが欲しいという状況。わかります、インナーに落として後ろ真ん中ぐらいにしないといけないから、ちょっと手間ですよね。うん、よくグラベルバイクなんかフロントシングルリアワイド、はい、あれ便利なんですよ。でもギアがワイドすぎるとギア比が削られてるんですよ。刻めないっていうギアが。そうすると結局リアスプロケットをやっぱクロスにした、はい、これだからどっち取るかですよね。そうするとギア比が欲しい、はい、でもシングルがいい。そういう人はやっぱどうしたらいいかっていうと、はい、走りながらまずこうしていただきたいんです。ここ押す、はい、はい、ここですね。ここ押すと電気信号がスルーアクセルに配信されまして、はい、中のミッションがガチャンと。そうするとこれフロント50がついてるんですけど、はい、マイナス 30% の減速比がここで発生するんです。一生懸命こうやって漕いでるんですが、このスイッチをワンクリックいただくことで、アウター50なのでマイナス 30% ですから、約34相当のギア比で漕いでると思います。ちょっと やっていいですか。やっていいですか。今これで漕いでます。これはどっちですか。今重だったなりました。これが今フロント50の1234、はい、番目のギアですね、はい、結構重いっすよ。で、あ、重い、はいはいはい、苦しいなと思った時に、はい、軽なった。これは全然伝わってないと思う。全然伝わってないと思う。軽なった。これがインナーの15相当。おお、はいはいはい。で、面白っ。この今中が何かが変わってたんですか。このハブの中で、この中にミッションが入ってまして、はい、ここでギア比のコントロールをして。すごっ。イメージでいくと、一般車についてる内装3段とか、ね、ああいうののイメージが違う。あと、証券車にある内装変速、内装ありますね、うん、あれかつワイヤレス。すごい、こんなことを今ワイヤレスでできるようになってるんですね。そうです。すごっ。ただ、回転とか悪ならないですか。なんないです。メーカー自信持ってます。踏み切って1000ワットでも変速するっていう。1000ワットでもいけるんですか、はい、普通の人は出せないです。ただ1000ワット出しながら変速するもなかなか難しいですけど、いや、でもこうアウタートップでガーッと下って、はい、アウタートップのまま激坂に突入した時にフロントを落とすとチェーンミスしますよね、はい、その時にこれを押すわけです。チェーン落ちない。そうか、チェーン落ちもないんや。まあ、とりあえず走って体感して、はい、またレビューください。そうですね。さあ行こう。今インナーかアウターかどっちや。アウターやな。アウターです。今、いや、インナーか。え、アウターだった。え、早っ。え、すごっ。違和感は全くないです。で、変速するときインナーアウター、まあ左手でですね、するときってガッチャンって変わる、変わった感じあるんですけど、これはそういうのよりかはチェーンが動く感触がないんでスムーズですね。お、変わった。インナーアウターすげえ。てかこの838乗りやすいな。車体自体にはすごくマイルドな感じがあります。
優しい、上品な感じですね。まあでもさすがデローザブランドやな。これホイールも結構走る感じですわ。アウターでいきましょう。なんてね、このクラシファイドの変速ね、速い。さっきスタッフさんがおっしゃってたように、上りとかでもすぐサッと変わってくれるから、速いっていうのと、その機動力ですね、すぐ変わってくれるっていうのと、怖くない、チェーン落ちが全く心配いらない。あ、これ無線でこんなことができんのや今。すごい、こんな時代が来たんや。ほんとね、次世代の変速システムって感じ。下りになったらアウターにして、まあ、アウタートップになりますわね、下りっていうのは。で、まあ、ガーッと漕いでると。で、ちょっとこの惰性のまま上りに行くかにかかって、で、その途中でインナーに入れてみましょうか。その反応性がね、どれだけ速いかっていうのがやっぱりこれの肝になってくるところなんで。はいはいはい。で、ある程度慣性に乗ってます。で、もう間もなく上りで、まあ、上りが来たらまず後ろですねをどんどん軽くしていくと。ただやっぱり前がアウターなんで重たいの時に、おー、そろそろかな、こいつ、おー、おもしろい、もう一回やりて、もう一回やりて、アウターに入れる、でから後ろがトップに入る、これ、まあ、この車体の一番重たいギアですわ。はい、でこれ速度乗る、でこの惰性で上りに差し掛かる、ちょっとずつ重たくなってしんどくなる、ちょっときつくなってきた時にインナー、おー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 おおデローザのね838の感じとしてはめっちゃ上品、すごい乗りやすく作られてる。もうトータルのバランスがすごいいいんでしょうね。前に行くスムーズさであったり、コーナリングの良さとか、この減速とかも加速とかもすごいトータルバランスがいい感じします。めっちゃ面白かったっすよ。この変速が想像の上行ってスムーズでした。この変速、この車体もめっちゃ上品、バランスがいいんでしょうね。どんどん漕ぎたくなる、そんな印象がある自転車です。はい、あとホイールがいいんかな。もう漕ぎ出しもスムーズやったな。まあ、結局このホイールっていうのはハブと連動してるんでね、その辺のバランスももちろんいいでしょうし、気になるのは値段、ちょっと予想したいと思います。こちらホイール込みの値段で39万円に消費税やと思うんですよ。42万9千円か、39万の消費税かな、42万9千円だと思います。で、答え合わせしに行きますよ。だからちょっと行きましょう。で、はい、このクラッシュファイドのホイール、はい、前後でおいくらですか。税込みで、税込み41万8千円。惜しい、38万です。じゃあ税別38万。うーわ、ただ藤本、まあまあ寄せてくるぞってのは思っていただいたらかなと思います。自転車乗りまへんか。続きまして、ヨネックスブースにやってまいりました。でもヨネックスブースといえば下自慢ですよ。お願いします。簡単に自己紹介もらっていいですか。一応僕は今下自慢っていう名前で自転車系 YouTuber やってます。チャンネル登録2万人いきました。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。で、元プロということで、はい、バリバリ走れる YouTuber とね、はい、なんか新モデル出たんですよね。そうですね。これですか。はい、カーボネックスのリムブレーキです。今さら今さらなんなんでなんでそれがいいんですよ。それを僕押してて、はい、やっぱ今もどんどんディスク化進んでるじゃないですか、はい、なのでリムブレーキの新しいバイクってすごい需要あると思うんですよ。逆にね、逆に、はい、非常に軽いんで、はい、やっぱりヒルクライムで上位狙いたい人とかは、はあはあはあ、これ面白いんじゃないかなって僕思ってるんですよ、ね、なるほど、はい、でも手に持ってください、とりあえず飲むより証拠軽っ何これ。例え話でいくと、こう手荷物あるでしょ、仕事行く時のこんなカバンぐらい、ほんまにそれぐらい。軽いバイクって結構こうヒラヒラっとするというか、剛性足りないみたいな僕イメージあったんですよ、先入観、はい、でもこれ乗らせてもらってめっちゃ硬いんですよ。バキ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 っす。わし踏めへんがな、じゃあそんな
ダンシングがやっぱり皆さん気持ちいい、うん、あのこのシャキシャキ感、シャキシャキ感、振った時の軽さ、うん、これ多分感じてもらったら感動すると思います。なるほど、はい、じゃあ市場に行ってまいります。はい、ということで今走り始めました。あの剛性感のすごい高い自転車って漕ぎ出しが軽いんですけど、やっぱりある程度こうパワーがいるっていう自転車が多いですけどね、こちらの、カーボレックスに関しては本当にスムーズにある程度の力でスッと前に行ってくれる。だからあれね、あのカチカチのバイクやからといってすごい力で踏まないと進まないかっていうのはそういうのじゃないですね。ぐんぐん前に行く。え、てかそんな剛性感あるってまだ感じないですね。まだ全然マイルドさもありますよ。この辺はそのカーボネックスの弾力性がうまく出てるんですかね。ただこれね、あのカーボネックスね、バネ感とかゴムメタルとか言ったりするんですけど、あのそんなねぐにゃぐにゃじゃないんですよ。シャキ、その下島さんが言ってたようにシャキシャキはしてる。あ、ダンシング気持ちいい。あ、すごいすごいすごい。あ、ほんまや、言ってた通りや。すごっ、めっちゃ振りやすい。硬い自転車やからちょっと乗ったらしんどいかなと。まあ蹴り返しっていうんですかね、あのパワーをたくさん使ってあの足に来るかなと思ったら今んとこ全くや。え、なんなら今まで乗ったヨネックスの中で、いやこれ一番好きかもしらん。いや肝心なのはもうすぐね上りが来るんでそこですよ。まずは下り。あ、下りの安定感もいいですね。うん、さあ上り。この辺はちょっと多少減速してしっかり上ってみましょうか。はいはい、ちょっとトルクをかけて。なんかダンシングってなんでこんな車体によって変わるんやろな。すごいしやすいわ、すごいわ。上りが嫌じゃないもんね。いや朝も実は試乗したんですよ、まさくんのあのレポート動画で。うん、その時この上りちょっとしんどかったんですよ。まさくんが飛ばしたってもあるけど、それを感じさせない。こらヒルクライム早いで、これめっちゃいいっすもうシンプルにめっちゃいいです。そらヒルクライム早なるわっていう上り軽快。これはちょっとあのまだ僕値段聞いてなくて、こちらの新型のカーボネックスのリムブレーキで、フレーム売りなんですよ。だからフレーム当てたいと思います。66万円、税込み。ごめんなさい、税別、いや66万円税込み。よし、だから税別60万。ありがとうございます。あの乗らしてもらったんですけど、はい、言ってた通り、あのうまく作られた剛性感、あとダンシング、ダンシングなんであんな変わるんですかね僕も分かんないですけど、ね、帰りが早いというか、早い、ね、他の自転車でダンシングしてるよりも、はい、なんかこう振っちゃう感じしますよ ね。どんどん振りたくなる。で、あの一つ聞きたいことがありまして、はい、これフレームのお値段いくらですか。フレームのお値段は51万7000円。外した、あ、予想した。僕これ66万円思ったんですよ。安っ。それで買えるんやったら、これ悪い癖ですけど買いたいいいものが安いね。日本企業応援しましょう、みんなで応援しましょう。じゃあ次に行きたいと思います。自転車乗りまへんか。はい、ファクターブースにやってまいりました。で、こちらファクターブースでは、オストロ、の試乗を行っております。まずこのオストロなんですけど、特徴って何になるんですか。特徴がエアロロードですかね。はい、エアロロード、はい、ってことは、まあ、空力に優れてると。そうですね、はい、重量面はどうなんですかね。重量かなり軽量にはなってると思いますね。エアロですけども、でこれが今 2.0 でちょうど新しいモデルが出たばっかなんですけど、はいはいはい、あの前作のやつと比べるとかなり、なんていうんだろうな、あの表面のこの前から見てもらった時はかなりスリムになってるんで、かなり軽量の方でさらにエアロに特化してる感じですね。特にこの辺、そうですね、かなりエアロが変わりましたね。ね、このなんていうかシェイプというのか、くびれたような感じになって、くびれたようなね、はい、あとはこの、シートポストとシートチューブですね。ここもかなり鋭利な感じが、うん、かなり細くなってます、ね、すごい。ほんまにその横から見たらそんな分からないですけど、この斜めから見たらすごいこの薄さっていうのも分かります ね。
でホイールがちょっと特徴的ですかこれ。そうですね、これもあのオストロ 2.0 が出た時に新しく発表された4858っていうモデルで、はい、フロント48、リア58でちょっとリム高違うやつになってます。なるほど、見た目もかっこいいですね。そうですね、最近ブラックインク、まあこれメーカーがブラックインクってメーカーやと思うんですけど、結構なんか皆さん使われてるというか。そうですね、増えてきましたよ ね、 そうですね、最近ちょっと人気が出てきたというか、ね、おハンドルとかでもブラックインクよく似るな。そうですね、一体型パワーステムなんかも結構人気あります、うん、じゃあこれ試乗させていただいてもいいですか。そうです、はい、ほなこちらちょっと試乗させていただきます。はい、じゃあこちらで行ってまいります。ザ・エアロやな、これは。軽い自転車なんですけど重みのある走り、力強く前にっていう走りです。このエアロフレームのね、空力の心地よさすごいな、やっぱぐんぐん加速していく感じがある。わーすごいすごいすごい、ちょっと怖いぐらい、どこまで速度伸びんのやろこれっていうのがありますから、すごい今そんな漕いでないんですけど、やっぱりどんどん伸びてってる感あります。でまずはもう得意な下りっすよ、もう風が抜ける感じ。ちょっとな、前傾取ってやってみるか。うんうんうん、安定感やっぱすごい、すごい速度でスピード出るけど安定感があるから不安がない、体をしっかり任せられる車体に。さあ、で上りが来た、高速域で上りやすい。でどっちかというとそのゆったりゆったり着実に登っていくタイプではないですね。いやー力強い走りですこれは。やっぱエアロって言ったらほんまにこのすごいパワーのある力強い走りするから安定感も出るような気がするんですよ。すごい安心できる、ただ速いだけじゃなしにしっかりその速度を出すために作られてるっていうような車体な気がしました。でこっからですよ、値段当て、最後当てたい。こちらファクターのオストロというフレームに、スラムのフォースイートアップがついてるんですね。はい、でホイールがブラックインクが入ってると、48、58、いやー6つ、165万税込み。お値段、はい、この完成車でのお値段っていくらになるんですか。このコースででも130万前後ぐらいですよね。外した、じゃあ外してる。150に消費税で165万って言ったと思うんで、さっきそれぐらいでお買い求めいただければ、まあそれが大体もデュラの金額ぐらいですね。そうか、か僕の予想よりはちょっとリーズナブルでした。まあまあそうですね、ファクターさんの価格帯って割とリーズナブルって前から言われてますので、はい、完成車にした方がより価格帯としては多分リーズナブルだと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。自転車乗りまへんか。はい、ということで、今話題の IGP スポーツさんのブースに来ております。この IGP スポーツさんの特徴って何になります。特徴はバッテリーの時間が長くて、 630S は45時間使えます。あと、うん、ノートを外したら戻すもできますので、リルートってことです ね、はい、道間違えた時に元のルートに戻すようにやってくれるってことですね。はい、そうです。おこれは弊社の一番ハイエンドの機種となります。 630S と39,800円です、定価が。これ使ってるんですよ、はい、これリルートできたんや。はい、これ去年の10月発売された新商品です。僕もまだナビ機能使ってなかったんですよ。そうなんです。ナビ機能はね、携帯と連動させないと使えないですか。はい、機種はデュアルバンドについてオフラインも使えます。オフラインでもナビ使えるんですか。そうですね、はい、それではこれが直接要は GPS とやり取りしてるってことですか。そうですね。すごっ、これはこれは PSC300 の機種です。これはさっき言ったリルートがない。はい、リルートがないですね、はい、でナビはできるんですね。でも、はい、でオフラインではこれもついてないです。あ、ついてない、はい、でこっちもついてない。ついてない、はい、これが値段が23,560円となります。普通2万のサイコンってナビついてないですよ。あ、そうですか。まあ、弊社の製品にとってはまあ多分最大な特徴といたしまして、やっぱりコスパが非常に良いだと思っております。いや、明らかにコスパいいっすよねこれ。そうですね、はい。で、こっちは PSC200 の機種です。これは白黒なんですけど、カラーじゃなくて。そういうことか、はい。あとこういう地図が見れないんですけど、ロードしか見れなくて。あ、なるほどね、
ナビがこういうような一本線だからマップとはちょっと違う感じや。なんかこれがいくらですか？12,000円となります。12,000円？1,000円？そうです。バチクソ安いやんこれ。11,000円でスピードとかもちろん出ますわな。あ、そうですね。で、はい、経電スも。だセンサー別売り？経電センサーとか。あ、別売り。そうです、ね。別売り。ここにあります。いや、ただね、IGP スポーツさんね、センサー安いんですよ。センサーこれ安いんですよね。これ何本ずつするんですか？スピードセンサー、経電センサーで。2,750円です。安いっすよね、これも。で、ライトも出てるんですね、今。いろいろ出してんな。一番最新の機種。どういう特徴あるんですか、それ？この機種と一緒に連動 しました。例えばこっちは閉じて、こっちは自動的に閉じますよ。ああ、はい、そういうことか。はい。ルーメンは1200です。結構。1200ルーメン。明るい。結構明るいです。で、値段は11,220円となります。あとモバイルバッテリーとしても逆充電もできます。はい、これモバイルバッテリーになってるんや。はい。すごっ。モバイルバッテリー機能がついたり、はい、連動っていう機能を考えたら十分ですよね。そうですね。ただもうこっちは目ん玉飛び出るぐらい安いです、はい、という、はい、僕なりの感想でした。はい、自転車乗りませんか？はい、ということでエリートホイールさんにやってきました。あのこれはね、サイクルモード公式 YouTube チャンネルでも、何度か取り上げさせていただいてるメーカーさん、まあ、ブースも出てるということで、ただ今回は特別な方がこのブースにいます。カツオチャンネルさん。カツオチャンネルございます。はい、いつもお世話になります。お願いします。お願いします。お願いします。しゃべらない。はい、はい、サイクルガジェット TV あやです。アンバサダー。アンバサダーはあやちゃん。アンバサダーあやちゃんアンバサダー、はい、あやちゃんアンバサダー、はい、お二人はもうファンなだけですか？そう、我々はあの今日 お手伝いでアルバイトで。サイクルモードに来たらね、こういうインフルエンサーにもいろんなブース行けば会えるんですよね。なんかお越しくださいませ。嬉しいですよね、うん、今日だからお二人の効果で結構来たんちゃいます？めちゃめちゃ結構あやちゃんが人気。いやいや、加藤さんもめちゃめちゃ人気ですよ。出た日本人独特の謙遜し合うというこの。いやけど本当にめっちゃ来てくれたので、はい、想像以上に寒いから少ないかなと思ったらめっちゃ来てくれたので嬉しかったです、はい、まあ、嬉しかったです。いやもうお二人の力というか、3人の力というですね、まあ、一応ホイールの力ですよね、はい、ああうまいこと言うたな。ほんなら、うん、ちょっと一押しのだけ教えてくれません？まずカツオさん一押しはどのホイールですか？一押しはね、このドライブの50ですね。50ね、初め40がいいと思ってたんですけど、はい、50もむちゃくちゃ軽いので、はいはいはい、思ってる以上に転がりますし、うん、めちゃめちゃ楽しくなります。あの、ね、今持ってる自分のロードバイクが3倍ぐらい楽しくなると思うので。3倍、3割もしなくて3倍。3倍、これがこの価格で買えるっていうのはちょっとびっくりなので。その価格は、気になる価格は。これね、実質的にはね、多分15万円台ぐらいで買えます。え、そっからそのカツオクーポン使える。いや、あのカツオクーポン使って15万円台ぐらいで買える。あ、なるほど、はい、これ乗ったけど、そんな価格へ思わないぐらい、なんか。あ、乗ってましたね。乗りましたよ。これめっちゃ良かったっすよ。これ、忖度なく仕上がりもいいし、軽いし、あと、めちゃめちゃ気持ちいいし、ね、見た目の高級感もすごいですよね。あります、はい、カツオさんはおすすめが、じゃあ、ドライブ D、あ、50D ですね。 50D ですね、はい、50D がおすすめです。はい、だディスクブレーキの 50mm おすすめです。私は正直、あのドライブの 40D しか使ったことがないので、はいはいはい、ドライブの 40D しかおすすめができないんですけど。いや、でも素直な意見でいいんじゃないですか。ただ、あのカツオさんが今おすすめいただいたように、50D と、あの重量しか変わらないので、ね、おすすめポイントとしては、本当に同じになります。うん、で、私、あのシャマルミネだったり、ゾンドだったり、ボラワンだったり結構使ってるんですけど、その中でも一番私、ドライブが私の体にはすごいフィットしてるので、女性にも割とマッチするホイールなんじゃないかなと思います。軽いからまた、あやさんみたいな体型でも扱いですよ。全然1260にプラマイ30なので、めっちゃ軽いです。クライマー女子の意見聞きましょう。クライマー女子の意見、カツオクさんです。はい、やったらもう40。あ、40、はい、女性は結局やっぱ女性は40の方が使いやすいってことかな。カツオク、淡いちするときは50の方がなんか。淡いちは50。そう、それ理由は、1000メートルアップまでやったら淡いちの平坦はあの楽に走れる。ちょっと待ってくださいよ、 1000m 以上アップのことがよくあるということですか？逆に 1000m アップは普通なので、まあ普段だいたい2000アップぐらいしてる感じなので。あやさん、あれやね、あんま友達になれなさそうやな。いやいやいや、そんなことないよ。1000m アップ
ップでも結構私たちヒーヒーってます、うん、1000メートルアップで頑張った方よね。そうですね。ってことは、カツオくさん、みんなと走りに行くときは50でいいんですね。あ、はい、あー、PT とレースは40でいい。いや、ガチ勢でも、私と、はい、みたいなゆるポタ勢でもどっちでも使えるのが多分、エリートホイールの良さだと思います。なるほど、めっちゃいいレビューや。驚くほど本当に軽いよね、うん、はい、はい、ぜひ皆さん気になる方は、カツオさんのブログとか、あやさんの SNS とか、カツオさんのブログとか、SNS とか、チェックしてください。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。自転車、乗りも変か。はい、ということで、本日サイクルモードライド大阪、存分に楽しませていただきました。やっぱりね、これ1日でこれだけの車種が乗れて、いろんなパーツも見れて、で、まあ大阪なら物販もあるということでね、本当に充実したイベントかなと。でね、やっぱ乗って分かることって多いんですよ。はい。で、まあ次の自転車考えてる方もそうですし、まだ考えてないけど、とりあえずいろんな乗りたいなっていう方いると思います。こんな経験なかなかできません。次、東京でありますので、はい。で、日にちの方はもうこちら、ここで、東京でね、またこういう試乗できます。いろんなもの見れます。トークショーもあります。だから、ぜひ皆さん、サイクルモード東京にお越しください。よろしくお願いいたします。はい、ということで、まあ今回大阪ですごい楽しませていただきました。で、今回の動画がね、皆さんにとってすごい参考になったよ、面白かったよって方はチャンネル登録と高評価、何卒よろしくお願いいたします。最後にちょっと不安なんですけど、オチいきます。偶然出くわした金森店長に、はい、オチ手伝ってもらいます。はい、お願いします。はい、サイクルモードって自転車系のイベント史上一番いいイベントじゃないですか。そうですね、試乗もできますしね。お、試乗だけに、なんか今回もすいませんすいません、なんかまた事故らしてしまった。もう松はもうなんかもうお前、史上最高に落ち込みますわ。お、うまっ、最後持ってったなー。